お店で買っていたものの請求額が想定より高く、リドルが、それでも皇帝陛下をはじめとした政府はベリオスから国を、けれど今でもまだロアレックスは気長に待つよとの、一つ驚いた、仮面を剥いだら出てきたのは連れ去られていたというザーマだった。彼女もずっと意識不明の状態で、そして去り際に私にできるだけ ごめん。何書いてたの？日記？ねえ日記？普段はクール気取って、うるさいわね。ああ、レガ。それじゃあ。解放できる。じゃあ、ええ、多分これでうまく、使用者、そん、アレックスにくっついてるこれ、うん、それはアレックスをし、それでこの城のエネルギーリビドをずっと、もしかしたら使用者、上司と、わ、私は、そ、アレックスだって、しょうがないでしょ？アレックス、生着替え。今さらそんな話、その時の村も、で、そんなことはどうでもいい。とにかく。で、この装置、うん。そこに王家の証を、王家、それは、え、ええ、以前、そりゃあこの制御装置にセットして初めて機能する、あの時調べたよく、ですからこの、あの、全然知らなかった、じゃ、あれ、あー、そっか、部活だった、あ、姫、ええ、ごめん、いえ、使い終われば、では少々、レナ準備は、じゃあ皆さん、あ、え、そうか、取れました、ああ、どうも、ここが一番あや、先、ええ、例えば私アレックスライドは、私アレックスライドはこの城の使用権限を放棄します。
上司はもうそんダメだと思う。真面目。アレックスは城を使いません。アレックスライド、僕はこの城のだし、いや見た目だけな。あっそ、動かせるな。失敗。ん？あれ。ということは、アレックス君。あ、はい。また光。じゃあどう、アレックス君。はい。はめるところが宝石操作を受け付けな。その場合。反応している分、そう十分。はい。ん？いいえ。ラナ。はい。レナ。え。アレックス君の使用者会。了解。ではなんだ。みんな消え、え、レガチど盗まれ、でもレガ、そうじゃない、それで分かんないけど何か裏切、みんな大変、ちょうどよかった、どそれがあのレガットは敵なのよ、ベリオスを焚きつけて動かしてたの、ザーモを誘拐じゃなくて利用したの、ザーモ、レガットは技術使ってあのザーモを作、お落ち着とにかくああいう、そう何かわからないけど、レガットがザーマを、レガットは何か目的があって、何、ここそ、まさに今、アホなの、ね、そ、それだったらお前こそもう30分でも、ああもう一旦テートに戻って、ああそう、そうですね、ラナ、あ、はいよー、オッケー、はい、いら、リード、いやさって、そりゃ在庫の鍵、お金後で請求された時に、そうだよな、ちょろまかして訴訟でも起こされたら、任せい任せい、オッケー、おお、任せい、やったね、やったね、ウィー、任せい、ウィー、ええ、よろこお選びください、任せい、オッケー、
ウィー、お任せください。オッケー、ウィー。どこから話した？この世が、ああ、それか。そうそう。おいおい。ああ、ごめんごめん。おか、それ確か、そう、私たちも。じゃあなんで具体的にノルーニに勇者がいるって。え、そう、思い出した？言ってた、思い出。そもそも私も勇者を仲間にして、あんたたちに対その噂を。うわ、ゴンザレス。でも村人も噂は。そこでレガ、ええ、クーデターよりも。まさあ、リドル、これだけじゃな。ええ、私みで、フィム商会を立ち上げる前までの経歴が一切なし。でも経済史と全部嘘。お前は別にその人の過去なんて、少なくとも私には。それはそれでね、その情報屋からザーマの話を聞いていたの。行方が知れない経歴の話も合わせて。で、フィム商会の倉庫、全部の倉庫のある町で、結果彼女を預かっていた倉庫なんてない。彼女最初からあのランジェリングみたいな変身。じゃああの時レガットからの連絡内容はとも、その誘拐が。さすが。でも目的が全然わ。だけど帝との戦いの時ザーマが出てきて。ああ、ベリオスとはグルなのか。で、そのた、そ、二つね。まず一つ目、情報屋からあのザーマがフィム商会、自意識、そして、そこに潜り込んでみたら変。ええ、これ具体的に何の。ああ、なる。なんでレガッチが協力してくれてたのか、それと目的。スカーレット、う、うん、あいつの目的は。で、確かに。だから、そう、どんどんこの城をアレックスと連動するエネルギー。確かに、アレックスがすぐ負けちゃったら、そこでデータ収集も終わっちゃう。でも、そう、それはおかしくありませんか？クーデター。それがね、ルズラット村にあったこの城、その調査隊に。まさか。私たちは追い込まれたのよ。嘘だ。逃げるのに。私も逃走経路はか、そこまで読ん。でも、そこはそうなんだけどね。もしかして何らかの方法でフラウがそうだと知っていたら、ベリオス軍がまさに闇。そんな。でも城を持ち出す。そ、でもね、姫様の宝石。とりあえず、そう、そうだね。よし。アレックスの体についてもです。それは多分可能性は低いかな。とりあえず。ラナちゃんすごいな。お医者さんみたい。でもどうやって。